見える？向こうは四国かな。しまなみ海道とか。さあ、それより今一人なんだろ。確認いるとか言うのもヘビーか。お母さん仕事の電話中。背後に気をつけてだな。あ、もしかして。でも私悪い結果は気にしないけん。まあ大丈夫だろ。大丈夫大丈夫。おかしいよな。やっぱりもういい。嫌われてもちょっと雨宿りで。ただ無事だって。23時、山田が無事かどうか。冷えてる。上がって。もうさすがプロ。子供が遅い時間まで人ん家にいるのは親御さんに連絡して。え、まずい。ちょっと怒ってる。ああ、アンナ連絡。落ち着いて。うんうん。ん？どこだと思う？連絡取れないってことをここに知らせてって。アンナ携帯水没して。もう一回かけてみよう。ここって俺ん家です。え？俺ん家です。ああ、みゆき、そんなに寂しいの？市川です。ママが来て、後ろ振り返った拍子に携帯海に落としちゃって。ちょっと深呼吸しろ。市川が心配してると思って手紙書いたんだけど。使えばデータは戻せるから。なんでそこに。なんで。あの、ん、私京太郎が。僕は好きです。だからこそ宿泊の件は申請しており。モンハやろう、はあ、こんなで波乱の春休みも過ぎていき。